どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。左利きのエレン、ブラパトなどを連載しております。今回は、左利きのエレンのセリフをセルフ解説するというシリーズなんですけども、結構ありがたいことに左利きのエレンはじめ私の漫画はなんかセリフを結構取り上げていただくことが多いので、そのセリフを、どういう思いで書いたか、どういう時の思いついたか、あるいはその漫画劇中で描かれきれてない部分でどういう意図があるのかなど、そういったところを YouTube で解説しようかなと思っております。で、今回取り上げるのがこちらのセリフです。クリエイターとして生きるなら作ったものだけで勝負しろ。この世界に頑張ったでしょうなんてないんだからな。はい、こちら劇中でも何回か出てくるセリフではあるんですけど、結構その初出が10話、原作版の10話っていうところでかなり早い段階で出したので、かなり思い入れもあるし、物語に結構その根底から関わってるセリフかなと自分でも思っております。なので今回はこれを原作者の視点で解説したいと思います。よかったら最後までご覧ください。よろしくお願いします。まずどういう文脈で出てきたセリフかというのをお伝えすると、一番最初は主人公の朝倉浩一が、このセリフを使うシーンがあるんですね。とある案件でその、非協力的な営業に対して言った一言、作ったもの以外見せちゃダメなんだ、頑張ったでしょうなんてないんだからっていうふうに最初は浩一主人公が言うセリフなんですけど、元をたどれば後から判明するんですけど、このセリフ自体が学生時代に朝倉浩一が別の人間から言われた言葉だったっていうのが後でわかるっていう仕組みなんですけど、こういうその左利きのエレンってそのセリフが結構その繰り返し使われることが多い作品なんですけど、その意図としては誰かに言われた言葉をその人がその大事にしていて、言われた人がそれをまたさらに誰かに伝えるっていう、その言葉がこう伝播していくっていうのをやりたくて、同じセリフを別のキャラクターが言うっていうのは結構たびたびあるシーンです。で、実際その現実社会でもその誰か先輩に言われた言葉を自分の後輩に伝えるとかって結構あるじゃないですか。そういうところで仕事のつながりっていうか、人のつながりを言葉で作りたいなと思っていて、なんか血のつながりとか家族とかだったらすごいわかりやすいんですけど、あいつの息子だっていうのでもう説明つくじゃないですか。なんかお仕事漫画においてその血統というか、そのどういうその文脈で出てきた人間なのかっていうのって、その誰に何を言われて育ったかっていうのがすごい大事だなと思って、なので朝倉浩一、特にそのいろんな人のいいところ悪いところ、影響を受けやすいっていうキャラクターとして描いてるんですけど、それはポジティブな面もあって、いろんな人の言葉を大事にそのクリエイターとして会社員として一人の大人として成長していくっていうのをやりたくて、その誰かに言われた言葉っていうのを浩一がもう一度言うっていうのは結構よくやります。で、目立たないところでやることもあるし、そのこういったそのもうキラーワードみたいな感じで読者が覚えてますよねみたいな感じで、読者も覚えてますよねっていう形で分かりやすくやるとこもあって、今回はその分かりやすいパターンなんですけど、もともとその浩一がなぜこれを言われたかっていうところで、学生団体時代ファッションショーのその代表っていう、名ばかりの代表ですよね。その他の優秀なスタッフ、モデルとかクリエイターに支えられて一応代表という形でやってるんだけど、そのちょっと自分も自信ないしっていうところで出てきたセリフです。で、結構そのなぜこの言葉をその物語序盤から使おうと思ったかっていうのが、その僕の中でもすごい昔から思ってた言葉で、一番最初にこの言葉に近しい経験をしたのがもう本当に大昔なんですけど、小学生低学年の時にお絵描きコンクールがあったんですよ。なんか美術の授業で描いたやつをその学校がなんか出してくれて、そのなんか学校代表みたいな感じでこう選ばれた絵があったんですよ。だからその小学校で選ばれたっていうのは嬉しかったんだが、特別入選するわけでもなく、
本当に参加賞みたいな、なんか頑張ったでしょう、全員もらえる、出したら全員もらえる、なんか賞をもらったんですよ。だそれがなんかガストかバーミヤンか忘れたけど、なんかファミレスのお食事券のちょっと金額まで覚えてないけど、多分500円か1000円、なんかそういうやつで、でそんでなんかその俺だからその当時小学生だしよく分かってなくて、その今冷静に見ると、うん、まあまあちょっと手厚い参加賞だよねっていう感じじゃないですか。でもなんか賞取ったらしいっていうので嬉しかったんですよ、その奨励賞みたいな。でなんか食事券が手に入ったから、これでなんかばあちゃんに飯をおごってやるっつって、あのばあちゃん誘ってそのファミレス行ったのよ。そんでなんか、うん、もうなんかちょっと思い出すとちょっと泣きそうになっちゃうんだけど、飯食ってる時は嬉しくて、その大好きなばあちゃんに飯をおごってやったっていう気持ちで、なんか得意げだったのね。今日はだから俺がおごってやるからなーみたいな、な多分全然足んないのよね、その1000円ポッチじゃ。だからなんか結局おばあちゃんが出して、でなんか本当に割引クーポンぐらいの感じでクーポン券使って、でそれでなんか俺がなんか泣いたか怒ったか忘れたけど、なんかごめんみたいな感じになっちゃったよね。俺がおごるつもりだったけど、もう全然そんなんじゃなかったね。俺は別にこれ、カスだ俺、みたいな。子供だから。もうカス、もうあんな、ゴミだ、あの絵は、みたいな感じで。絵を下げ始め。クソだ、こんな賞は、みたいな。頑張った賞だ、みたいな感じで泣いちゃったのよね。恥ずかしくて、なんか。で、なんかばあちゃんに迷惑かけて、すごい、そんなことないよ、みたいな。ね、あなたがね、ご飯おごってくれたからね、みたいな感じですごい、なだめてくれたんだけど、もう本当に恥ずかしくて、意気揚々とさ、ばあちゃんに飯おごってやるぜって言ったらさ、全然ただのクーポン券で、1000円引きとか、もうそれが本当に悔しくて、なんか、まあ、絵はもうね、別に今でも下手だけど、その、一応美大入ってるんで、ちょっと言い訳させてもらうと、その僕漫画の絵はマジで描けない、あのマジでレベル低いのは自覚あるんだけど、そのデッサンとか、美大の入試に必要な絵に関しては普通に描けるんですよ。これなんか嘘じゃなく武蔵野美術大学視覚伝達デザイン学科で検索するとそのデッサンの難易度とかわかると思うんですけど、マジでそのデッサンは描けた。だから絵はまあ描けるんですよ、本当は。あんま言わんけど、けどそのとにかくそのそれからというものを、なんか絵褒められるとなんかちょっと斜に構えちゃうというか、いやこんな全然上手くねえしみたいな、なんかもうそのトラウマすぎて、頑張った賞が奨励賞が、そっからなんか結構絵に関して素直じゃなくなって、いや俺下手くそってずっと言うようになって、まあ実際なんか漫画の絵に関しては今でも下手くそだから嘘じゃないんだけど、なんか自分の絵を下げるようになったのはそのからで、なんかそっからそのやっぱりなんだろうな、その子供の頃って頑張っただけで評価されるじゃないですか。だからその奨励賞とかはまさにそうだと思うんだけど、いいか悪いかじゃなくて頑張ったかで評価されるのは本当に子供のうちっていうのを子供ながらに思ってしまって、それからその自分はそうじゃないところで褒められたい、偉いぞこの絵はとか、この作品は偉いって純粋に言われたいと思ったんですよね。だから結構原体験で、まあ本当ばあちゃんに褒められたかったっていうか、なんか、最初は本当そんなもん、ばあちゃんに飯をおごりたかった、それがなんかできなかったっていうのが結構そのトラウマで、まあそっからそのね、実際美大とか目指すにあたって、その本当にその頑張ったでしょうが存在しない世界にこう入っていくから、もう二度とその頑張ったから褒めてくれの世界には戻らないぞっていう気持ちはずっとある。まあでもそのとはいえ、そのやっぱり美大に入った後も、まあ社会人になった後もやっぱりこんだけ頑張ったんだからっていう気持ちってたまに生まれちゃうんですよね、ふとした時に。なんかすごい徹夜でさ、頑張って準備したアイディアとかデザインとかそういったものが、まあ打ち合わせでもなしってされるたびに、あんだけ頑張ったのにっていうのはやっぱりあったが、でもその俺の心の中でずっとその頑張ったでしょうは二度といらないって思ってたから、よし、しょうがない、次だ次ってよ、なんとか思えた。その、なんだろうな、二度とあんな悔しい思いはしたくないっていう
大事な思い出、ファミレスで泣いた思い出。だまあなんかその大人だったらそりゃそうだよね、頑張ったでしょうなんてないもんね、大人だもんねってその思うんだけど、まあデザイナーに限らず漫画家とかもその結構そのなしって言われるそのまでが本当に大変だから、40-48時間ぐらい無駄だったなーみたいな、そう思う時にやっぱりそれを鼓舞してくれるのがやっぱこの言葉で、だから頑張ったことは褒めてくれるよ、そのばあちゃんは、身内は、それでいいじゃんっていう。漫画の劇中で書いてない部分で言うと、プロの世界には頑張ったでしょうは確かにない、上司に対してでも頑張ったんですよは通じない、でも、ばあちゃんが褒めてくれたらいいじゃんみたいな。だからそれはその当時のファミレスで泣いた自分に言いたい。ばあちゃんはさ本当に嬉しかっただろうし、なんかその孫がさ気持ちだけでもご飯おごってあげるよって言ってたことを嬉しかったはずで、それをさレジでさ俺が泣いてさ台無しにした方が悪かったし、なんかそうね、その気持ちもあるから、その頑張ったでしょうはその身内があげればいいと思う、その旦那さんとか奥さんとかさ恋人とか親とかは。だからなんかその頑張ったでしょうなんて価値がないとは俺は思わないけど、やっぱり仕事で認めさせたい人がいるっていうのがプロの世界だから、それは絶対負けちゃダメだし、まあ自分をね鼓舞するためにも頑張ったでしょうなんてないっていうのはすごい今でも大事にしている言葉です。はい、ということで、今回はクリエイターとして生きるなら作ったものだけで勝負しろ、この世界に頑張ったでしょうなんてないんだからな、という言葉について、解説しました。これからも左利きネレンか、まあそれにまつわるそのいろんな作品のセリフとかも解説しますし、まあ作品にまつわる活動とかのなんかメイキングとかいろんな報告とかもこの YouTube チャンネルでやっていこうと思うので、よかったらチャンネル登録、グッドボタンなどよろしくお願いします。なんかこういうのやってくれとかもしありましたら、このセリフ取り上げてくれとかもしありましたらコメントなどでください。じゃあありがとうございました。